日中戦争の止めどない拡大に伴い、軍部では陸海軍の最高統帥機関としての大本営を設置すべきか否かの問題が浮上した。しかし1903年に改定された戦時大本営条例によれば、大本営は戦時においてのみ設置できるものであった。事変であると強弁して遂行していた対中国戦争では大本営を設置することができなかったのである。大本営設置には中国への武力行使が事変ではなく戦争であると日本政府自らが認める必要があった。これは特別に難しいことではなく、蒋介石政権に対して正式に宣戦布告をすれば済むことである。しかしこれに陸海軍が強硬に反対した。陸海軍省は宣戦布告をして国際的に戦時であることを宣言した場合、アメリカが中立法を適用して日本に対する軍事物資を輸出しなくなることを恐れていた。アメリカの中立法とは、戦争中の国にはどちらに対しても武器、弾薬をはじめ軍事物資を輸出しないというアメリカの国内法である。かくして日本政治は大本営を設置するためには宣戦布告をして戦時であることを内外に宣言する必要があるが、現実の戦争遂行のためには宣戦布告ができないというジレンマに陥ってしまった。だが軍部はこのジレンマにそれほど悩まされなかった。彼らは大本営の戦時のみの設置を定めていた従来の戦時大本営条例を廃止し、大本営を事変においても設置できるとする新しい軍令第1号大本営令を制定するというやり方で、宣戦布告と大本営設置の矛盾を突破したのである。かくて1937年11月20日大本営は日露戦争以来32年ぶりに復活した。大本営とは、大日本帝国陸軍及び大日本帝国海軍を支配下に置く戦時中のみの天皇直属の最高統帥機関のことである。大本営には陸軍と海軍の2系統がある。陸軍側は大本営参謀本部と呼ばれ、海軍の方は大本営軍令部と呼称された。実質は平時の参謀本部と軍令部の構成員に大本営参謀等の職名を与えたものであることがわかる。すなわち大本営とは参謀本部、軍令部そのものであった。大本営は平時に統帥部や陸海軍省に分省される事項を一元的に処理するために設置された。通常軍に対する指揮命令系統は陸海軍が別々に行っている。しかしいざ戦争ということになれば、軍として一つにまとまり一貫して共通した展望による戦略戦術が必要となる。また陸海軍の組織を横断し迅速な伝達や作戦実行を行えるようにしなければならない。この役割を担うのが大本営であり、戦争の中心組織として期待された。大本営会議についてもご紹介しておこう。大本営構成員による会議が大本営会議である。天皇の下で行われる大本営会議は大本営御前会議とも呼ばれたが、国策決定の場としての御前会議とは別物である。明治の大本営会議では天皇の特使によって首相、外相など文官や元帥も参加していた。したがって明治の大本営は事実上国策、国家戦略の一元的な決定の場になり得たのである。しかし昭和の大本営会議は統帥権の独立により首相、外相ら政府側の文官は含まれなかった。軍人ながら閣僚でもある陸軍大臣、海軍大臣は軍政との関連で列席できたが発言権はなかった。なお大元帥たる天皇は臨席はしても発言しないのが慣例の御前会議とは対照的に、大本営会議では細かい点まで意欲的に質問することがあった。しかしこの大本営会議を開催しなければ大本営は意思決定ができないというわけではなく、参謀総長、軍令部総長が天皇に決裁事項を上奏し、天皇が裁可すれば大本営の決定となる。大本営の機能はあくまでも最高統帥機関であり、一元的な作戦指導、命令発令機関であったと言いたいが、現実には陸軍と海軍の二元性を克服することはできず、大本営が発する命令も大陸命と大海令に分けられていた。大陸命とは陸軍への命令、大海令とは海軍への命令を意味する。大本営命令、すなわち大陸命、大海令を発令する場合、これらは天皇の名において下されるいわゆる大命である。参謀総長と軍令部総長は命令の発令者ではない。大日本帝国憲法第11条、天皇は
陸海軍を統帥すの原則からすれば、大本営は天皇の大下の最高の統帥部であるため、大本営命令を発令できるのはあくまでも天皇ただ一人であった。天皇は裁下する場合には命令案の表紙に下の印を押し、統帥部に下げ渡すのが常であった。この手続きを踏まないと大本営命令は発令できなかったのである。しかし戦争は単純に戦いのことだけを考えて行動してもいられない事情もある。開戦、講和の時期やタイミングなど、戦争には政治的、外交的な判断も必要である。このような判断が必要となる重要な局面で、軍部と政治が別々の方向を向かないようにするために陸海軍大臣が大本営に組み込まれていた。ただ大本営と陸海軍省は根っこが同じ武官であり、軍隊と政治の方向性を一緒にするにはまだまだ不安が残る。そこで大東亜戦争時には軍部と政府のメンバーが集まる大本営政府連絡会議が発足され、国全体としての意見統一を図った組織作りがなされたと言いたいところであるが、陸海軍同士のセクショナリズムも強く、情報共有どころか予算や資材をめぐるやり取りの場に課することもあり、西軍の一元的な戦争指導は最後までついに実現しなかった。あくてこのような粗末で連携皆無の組織が大東亜戦争の作戦と指揮を取ったわけである。1942年中盤以降の戦局悪化に伴い、大本営は戦果を過大に、被害を警備に偽装したり、プロパガンダに走った。これが今日でも巨砲の代名詞と言われる大本営発表である。1943年にはごまかしが戦海外にも及ぶようになる。ガダルカナル島からの撤退は転進、アッツ島の守備隊全滅は玉砕に言い換えられ、大本営の作戦や補給の失敗は不問とされた。大本営、それは大東亜戦争において非常に重要な組織であり、戦争の舵取りを担う軍部、作戦を考える頭脳でもあった。陸海軍は大本営によって合同化、一元化したにもかかわらず、沖縄でもろくな連携は取れず、多大な犠牲を払った。大本営は大東亜戦争を論じる上で大きな指針となる組織であり、責任の所在があるべき組織であることは間違いない。